どうもセリカです。今日は本当にこれから水泳始めたいです、始めますって方向けに、今日私が実際、今日っていうかいつも私が実際に持ち運びしているプール道具一式をご紹介していきます。じゃじゃーん。はい、ということでこれがプール道具一式になります。さあ皆さんどれが何か分かりますか？はい、まず、まあ、一個ずつ説明していきましょうか。まず一番まあ分かりやすいのこことこれかな。はい、これはキャップです。頭にかぶるものですね。アリーナの私はメッシュキャップをいつも使ってます。必ずキャップはどのプールでもかぶります。かぶらないでいいプールはほぼないですね。なんか遊びのプールとかだったら全然かぶんなくていいよってところはあるんですけど、読売ランドとかね、そういうところにまあ皆さん行くんじゃなくて普通のあのプールとかに行くと思うので、そういう場合は絶対キャップが必要になってくるので必ず購入しましょう。はい、で私このメッシュキャップっていう素材の話なんですけど、こういうねまあちょっと穴がいっぱい開いてるようなキャップを使ってます。でこれのいいところとしては通気性がある、そのこもらないので結構清潔感がある、使用感になってます。だから汗とかかいても蒸れないって感じですね。はい、であともう一つがシリコンキャップってあるんですけど、全然こういう素材じゃなくてこういうそのゴーグルのゴムみたいな素材でできたキャップがあるんですけど、それも、まあ使ってる方多くいます。でそのキャップの利点としては髪が全然濡れないです。だから髪の毛をちょっとどうしても髪が長くて乾かすのが苦手な方、苦手っていうのかな乾かすのに時間がかかるって方、そう手間をそこで手間をかけたくない方だったりでする場合はシリコンでできたキャップをおすすめします。まあメッシュキャップより全然その中にお水入ってこないのがそのメリットですし、あとはまあ若干きついかなとは思います。ここの締め付ける部分がメッシュだとまあかなりビヨンビヨンにはなるんで、そんなになんか締め付けとかは感じないんですけど、シリコンの場合はちょっと、まあ、締め付けが強くなりますが、まあ、その分髪の毛が濡れないので、まあ、そちらも使ってみてはいかがでしょうか。特に女性はそう髪の長い方はシリコンでもいいと思います。はい、付け方はちょっと難しいですね。はい、まあ大体の方はこのメッシュキャップでいいと思います。はい、で次ゴーグルですね。はい、私はいつもこのゴーグルを使ってます。これもアリーナですね。はい、まあ、ちょっとなんか傷っぽくなってますが、はい、まあこのゴーグルも必ず必要ではとは言いませんが、つけてた方がいいと思います。まあ目がちょっと塩素に弱い方だったりプールに入ってみないと実際にその分からなかったりするので、プール入ってゴーグルなしでも私泳げると思ってたんだけど、そのゴーグルなしでプール泳いでたら次の日目が腫れちゃっただったりすごい痒くなっちゃったりするっていう場合もあるので、まあ必ずとは言いませんがゴーグルはあった方がいいと思います。はい、でこのゴーグルにもまあもちろんいっぱい種類ありまして、私の場合はこういう風にゴムがね、こうやってゴムがついてるゴーグルなんですけど、ゴムがついてないプラスチック、こういう素材だけのゴーグルも、あります。はい、そっちの方が価格的にも安くて扱いやすいですね。これだと結構ここのシリコンの部分が擦れてきてすり減ってしまうっていう劣化が見られるんですけど、そのここのプラスチックだけでできた
ゴーグルの場合はあんまり劣化がその著しく見られないので、まあ、あの長持ちさせたいとか、あとはまあ、あの結構水着とかも高いので価格的にちょっと抑えたいって方は、ここがシリコンがついてないゴーグルを選んでも ありだと思います。私もシリコンついてないゴーグル持ってるんですけど、全然持ちが違いますね。やっぱりこういうゴーグルだとここがすり減っちゃうともう使えないんですけど、その心配が全然ないので、はい、まあ最初価格を抑えたい方は全然、ここのプラスチック素材だけのゴーグルでいいと思います、はい、であと劣化が見られるのはここですね。ここのなんて言うんだろうな、このチューブって言わないよな、なんかこういうところなんですけど、ここのまあだいたいこの接続部分っていうのが結構亀裂が入ってきたりすると、いきなりピチって切れたりしちゃうので、まあここは替えが全然たくさん売ってるので、それだけ買えばいいと思います。とにかくここの部分、ここのレンズの部分ですね、レンズの部分をの持ちを、良くするか良くしないかなので、まあそのプラスチックだけだとどうしても顔に合わない方だって結構いると思うので、私もプラスチックだけのもの持ってるんですけど、そのゴーグルで飛び込みができないので、なんでかっていうと顔の形状に合わないから、そうだからこれを使ってるんですけど、まあそういう理由もあって、まあこれしか使えないって方とプラスチックだけでいいよって方もいるので、まあまずはプラスチックだけで様子見ていけそうっていうんだったら全然それでいいと思います。はい、では次はこれかな。はい、これちょっとまあ畳ませてもらってるんですが、水着です。なんだっけ、これ水野かな、水野さんですよね。はい、水野さんの水着です。はい、まあ水着何でもいいと思います。まあ主要のメーカーはアリーナさん、水野さん、スピードさんなんですけど、まあナイキとかも結構出してるけど、私はそういうの買ったことないですね。基本的にはその3つのメーカーの中から、選んで買ってます。はい、まあ水着何がおすすめとか、でもどのメーカーさんもいいんですけど、私のなんだろう、まあ、どのメーカーも着てきたんですけど、サイズ的には私はスピードさんのサイズが一番フィットしてました。まあ人によりけりだと思うので、まあ最初はデザインとかで決めていいと思います。はい、まあ全然すごい派手なデザインからシンプルなデザインまで いっぱいあると思うので、はい、ぜひそれは選んで履いてみなきゃわからないので、まあ、しばらく履いてちょっとあんま良くないなと思ったら違うメーカーさんのに変えてみてもいいと思います。はい、ってことで次これですね。カチコチですが、これはセームです。はい、まあ以前も紹介しましたが、カチコチなんですよちょっと待ってくださいね。これはどこだっけな、ですね、あれあった、スピードさんですね。スピードの、見えるかな、ここにちょっとスピードって書いてあるんですけど、スピードのセームです。私そのアリーナさんのセームも使ったことあるんですけど、ごめんなさい、スピードのセームの方が私はすごい合ってました。なんでかっていうと、この網目あるじゃないですか、やっぱこれがいいですね。私ここでしか拭かないですもん、本当に。そう、それがすごいハマっちゃって、スピードさんのそのセームはこれが売りなんですよ。この網目がここの面で拭くと結構肌に張り付いちゃうんですけど、ここの面で拭くと全然サラサラ拭けるんですよ。まあセームって乾いてるとこうカチコチになっちゃうんで、基本的には水に一回濡らして絞ってから使うんですけど、いやスピードさんの方が私は好きでした。はい、まあ
どちらでもいいと思います。アリーナさんのはすごい多分長持ちして、あのここの面だけですね、アリーナさんは。はい、スピードさんはこの面があるよっていう違いです。はい、まあ、のセームはプーサイドでも全然使えます。濡れても絞ればまた拭けるので、すごく便利なものになってます。はい、まあ、なので、まあ、実際のその普通の綿とかのタオルの方が、まあ、いいよって方は全然そっちでもいいんですけど、これだとなんだろう、このサイズでなんだ、まあ、無限大に拭けるし、プールサイドにも持っていけるし、濡れても絞ればいいやっていうぐらい の, ラフに使えるので、まあ水泳やるよっていうんだったら、まあ、1枚ぐらい持っててもいいのかなと思います。はい、まあなんだろうね、サイズ的にもいいじゃないですか、なんかちっちゃくてそう、まあこのサイズのセーム1枚あってもいいと思います。はい、では最後これです。ウォータープルーフバッグですね。はい、これアリーナさんですね。まあこれは水着を入れるもの、水着を入れるものになってますね。でウォータープルーフなので、これチャックしちゃえば水漏れもしないっていうものです。はい、基本的にはこの一式全部この中に入れて、もうこれだけで、泳ぎに行っちゃいます。はい、そう、このさ、アリーナさんのこのサイズが一番私はベストな気がしますが、まあもう一段階ちっちゃくてもありかなとも思います。はい、ここのこれの半分ぐらいしかほとんど使ってないですね、これに入れて。そう、まあだからプールサイドとかに全然これ持ってって持ち運びできますし、そうウォータープルーフだから中にもなんだろう、お水入ってこないし、もちろんお水のものを入れたら外に出ないし、まあかなり便利なものになってますので、まあ普通のポーチとかでもビニール袋とかでも全然いいと思います。わざわざこのポーチを買わなくても、そうよくホテルとかでもらえる、なんていうの、なんかなんていうの袋あると思うんですけど、全然そういうのでもいいと思います。私は学生の時こういうの使ってなかったし、そういうなんかホテルでもらった袋、巾着みたいな袋を使って持ち運びしてたので、はい、まああるとかっこいいよみたいな感じのものですね。はい、ってことで以上フル道具一式でした。これ最後これ全部入れてみよう。ゴーグル、そうミラーのゴーグル、私なんか傷つくの嫌なんで、基本的にはこの中に入れて持ち運んでますね。すぐ傷ついちゃうので、結構慎重に扱った方がいいです。せっかく綺麗なミラーなので、よいしょ、まあ、こういう風にして、あ、すごい手がつりそう、入れて、で水着も入れて、こうやって見ると私めっちゃなんか黒が好きなのかなって感じますね。入れて、であとセーブもこの中に入れちゃって、入らない入れちゃって、で閉じて、ほらちょうどいいんですよ。まあこれでもこうやってやっちゃえば全然まだ広々と使えるので、まあ何か入れるのにも、もう一枚タオル入れるとかねっていうのもありだと思います。はい、ってことで、ぜひ始める方、これから始める方はこれだけで全然始められるので、ぜひ買ってみてください。商品のこの一つ一つの、はい、ものはネットで全て買えるので、まあ今見に行くのも結構大変だと思うし、なかなか外に出づらいと思うので、はい、概要欄に全て商品のものはリンク貼っておくので、そこからクリックして見に行って
見てください。はい、ってことで今日の動画は以上です。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。